はい、こんにちは。お久しぶりです。今年もよろしくお願いします。今年もよろしくお願いします。てかもう2月です。明けましておめでとうございます。いや2月だから集まるの遅すぎやろ。もうだいぶキャンプも終わっちゃってるよ。大体なんか焦って収録分かりましたよね。いやもう1ヶ月終わってしまったよ。安否確認よ。2人の全然連絡来ないから、えミスターチャンネルも自然消滅的な感じかと思ってた。いや本当元気やった。大丈夫。いや元気でした。この2ヶ月間ぐらい何も連絡なかったけど大丈夫ですか。ご飯食べてますか。ちゃんと元気です。あ、よかった。じゃあよかった。もう終わろうか。今日は、年末にやった、衣類内の遺跡の、ね、ああはいはい、あれがいろいろ好評で、でその答え合わせちょっとサクッとしてくださいっていう意見もあったので、はい、ちょっと振り返っていただこうかなと、今はい、遅い。いやだいぶ遅いよね。もうスタートしますからね。もう1ヶ月ぐらいはもうちょっと、じゃあサクッとしましょうか。今更ですけどね、はい、これ視聴者の皆さんのコメントでもらってるんだったら、はい、しましょうね。はい、じゃあドン。あんまでも意外に当たってますよね。うん、ミスター的にはちょっと意外な選手が残ったのは意外だったね。いや結構残ったなっていう印象ですよね。大体10人ぐらいはね、変わるじゃん、やっぱりここが注目されてたんじゃないかな、ね、野村選手がね、まあ、残ったじゃん。連絡もありましたけどね、大分のために頑張りますと言ってましたよ彼は。まあ、年齢的にもね、環境を変えてまた勝負するっていうところも考えたと思うんだけどね。でも、まあ、でも監督変わったのによう残ったなっていう、そこの決断はね、また難しかったとは思うけど、ですね。あとはもう一人はやっぱり誰、これ彼弓場かな、みんな気になってたの。そうですね。ねえ、まあいろんな、結婚したからじゃないやっぱり。ただ夏はもう一回あるかもしれないじゃないですか。いやその時にはもう今年は中心になってると思うんで、だってキャンプから調子いいじゃん。はい、めちゃくちゃいいですね。はい、だから今年は多分ね、そこは夏場で主力で出るっていうよりは多分 J1 に上げて自分でね、もう上げたっていうところで、まあ他チームからお剥がればっていうところじゃないかな。まあ、これいなくなったじゃん。ああ、そうですね。高橋さん、まあ、もうがっつりついてるしな、もうしょうがない。まあ大体やってんじゃねえかな。そうですね、取られる人は大体取られてますもんね。そうそう、ね、やっぱ、まあ、あとは予算的な厳しかったんで、もう残すのを優先した感はあるね。まあ、正直新加入選手ね、物足りないっていうかね、まあ本当にポイントポイントで補強したぐらいかなっていう感じで、あとは若手を取ったっていう感じなんで、そうですね、若手って感じですね。もう育成っていうところを今もうね、行ってるんで、まあそんな感じ。まあ、鮎川のあとは残ったのが大きいから。そうですね、まあ、加藤さんが結構またお話ししたみたいですけど、大きいね、鮎川残ったのは。羽田選手もね、そうそう、羽田選手もね、まあ抜かれてもおかしくなかったけど、残ってね、よかったし、ペレイラもね、まあ清水とかお話ありましたもんね、なんかそういうね、噂はあったじゃん。J1 からもね、あったっていう、あったっていう噂が、これはあくまでも噂ですけど、ね、そういう話もあったから、まあ、戦力的にはどう思います？去年と今年。正直、ベテランも多いし、まあ若手も多い、極端にね、だから1年間通して戦えるのかっていうと、もう未知数。正直本当、肩さんにかかってんじゃねえかって、トレーニングから、まあ、まず若手は鍛えるじゃん、でもベテランって今この今肩さんがやるとサッカーっていうのは運動量相当求められると思うのよ、前線特に、ね、だからそれが1年間ね、コンディションよくできるかって言ったら多分できないと思うんで、やっぱり総力戦になる試合が多いと思うので、そうなるとね、戦力的にはやっぱりちょっと厳しい部分が出てくるのかなって、怪我人ももう出てるしね、もう特にもう今週は、そうですね、これが痛かった、
ああ、これ相当鍛えたかったと思うのに、今日は。ただここが、まあちょっと出れないことで、ここがね、うん、声がかかったっていうのでね、長澤選手が、ね、うん、いや、これ決まってなくてよかったよね。いや、ほんとほんと、まあ、引っ越しもしてなかったって言ってたから。ああ、そうなんですね。そう、だからそれも良かったよ、ね、良かったです。河川敷走ってたって言ってた。ああ、そうですか。そうよ。で、それでサムエルが怪我して、スムデーマンがってきた時は本当に嬉しかったって言ってたけど、まあ、数年前の梅田選手パターンですね。そうそうそう、梅ちゃんパターンやけどさ、でも悔しい気持ちもあると思うし。いや、絶対そうでしょうね。今年は本当死に物狂いでやると思うんでね、頑張っていただきたいと思います。でもほぼもう、なんか合ってたってことでいいですか。いいです。ね。そうですね。我々の予想は当たってたということで、ね。あとはもうこの今いるメンバーを信じるしかないね。うん、新加入選手はだって、まあ、後日触れましょうか。後日でいいんじゃない。後日でいいですか。後日でいいと思いますよ。いいですか。うん、こんぐらいでね、はい、いいと思うんで、また、はい、次回楽しみにしておいてください。はい、はい、さよなら。はい。スマートに。